天の川の模様ができている。すすりの石でとっくりとおちょこと。七軒のお酒が飲めます。こちらの作品はですね、山梨名城という、お酒を、七軒のお酒を作っているところに、屏風が書いてあります。これ山口鉄舟の直筆から、臨賞してます。この、屏風ですから全紙1枚、畳1枚ぐらいの大きさに、何書いてあるかというと、竹形声あり雨によってすぐ指紋いいなく風に任せて開く、指紋というか紫の門というのは質素の門とか家、貧相だけど品があると。でその門が、風によって、風に任せて開いてるんです。この任せると風と開くという文字があるんですね。で、おそらくこれ鉄舟のオリジナルな漢詩だと思います。
禅の境地というか悟りの境地を、表していると思います。で、筆跡の特徴として7つあります。一つは起筆が、非常にしっかりして太いですね。太くて強い。これ意志の強さに通じます。で、二つ目には強い連綿体があるんですね。もうずっとつながってて、これ自信を、表してるんですね。それから三つ目はこの縦の、縦線の下部超突出型、すごい長く、突出してます。で、これ目標を持って良い方向に行こうと思う、しかもめげない努力を惜しまない、もうザーッとずっと。ちなみに徳川家康もこれが特徴なんですね。ザーッと貫く。で、4つ目はかすれは山口鉄舟の特徴なんですね。で、かすれても枯れることはない、つまりずっと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 もう稽古もおそらく100万点の作品を書いてるんです、一緒に。で、晩年に病気になってからドクターストップが来てから1万点が書いてるくらいだ。でも弱くなってないんです、最後まで。これは鉄舟のものすごいスピリッツの特徴である、ですからかすれても枯れてはならない。で、5番目は自由自在の連綿体。もう本当にこれは、誰も止められないのは自由自在さ。で、6番目は気迫と柔軟性がある、ものすごい柔らかいね、この転接のところ全部丸い、で、自在に、この特にこの辺りはよく見てると立体的に筆が動いてるのが分かりますよね。で、釣った墨だと、後から描いたのは下をくぐってるように見えるんですね。上書きなんだけど後から描いたのは下をくぐってるように見えるんです。まあ、これによって立体感が出て、いい和紙と、擦った墨を使うとこういう立体感ができる。あと、まあ刃物運ですね。こういうカッスパッスパッスパッとどこも線をやっぱり切ってるんですね。刃物運、まあ山口鉄舟の一つの筆使いの特徴ではあります。ここに、山梨名城で150年前から作っている七軒のお酒、竹林の七軒というところから、七軒という、まあ、ブランドができた。で、これ山口鉄舟は最も好きな酒だったんです。どのぐらい好きかというと、江戸や、まあ、東京から、今、白州にある、山梨名城、車で3時間、歩いて多分1日8時間歩いても、4日間以上はかかりますね。で、それ何度も何度も行ったり来たりしてるんですね。で、その証拠に、その山梨名城の、一つの部屋に、山口鉄舟の屏風が、飾ってあるんです。あと木、入木堂という書を習ったそうですね。で、つまり木にビャーッと染み入る。で、それが、明治天皇のために書いた書が飾ってるんです。木に直接書いてある。それから明治天皇が入られた門があります。で、一度入ったら他の人も絶対入れないから、もう今閉じたままで、ちょうど日本庭園の前で、中庭にとても素敵なところで、そこで七軒のお酒を飲ませていただきました。なんとかその、鉄舟と対話できる気分に なりますように、飲ませていただきました。まあ、この七軒の、竹林の七軒というのは、まあ、中国三世紀にいた、中国の、まあ、仙人たちですね。で、道教の、まあ、達人たちで、当然その、世間と あるいは政府とぶつかったりしてたんですけども、竹林に入るとお酒を飲みながら、詩を書く、音楽を作る、まあ、
本当にもともと私が思っているのは文武両道をやってたと思います。でその竹林の試験、という木造に刻んである、ものが、山梨名城の中にもありますし、できっと鉄舟がそれを見ながら、それらの、昔の仙人たちとなんとか対話してたんじゃないかと思います。試験の酒を飲みながら、明治天皇を守ったり明治天皇を教えたりいろいろしてたので、その空間が本当に特別。もし時間があればぜひ山梨の方に足を運んで、まあ、歩くのは大変ですから車で行っても構いませんので、ぜひ訪ねて、鉄舟の、屏風を見て、今世の中に鉄舟に関連する本がたくさんあります。英語も日本語も。で私はそれを読んでるとどうも重い感じがします。なんか著者のフィルターあるいは時代のフィルターがかかっている、まあ、それは仕方ないかもしれませんけれども、私はどちらかというとできるだけ直接鉄舟と対話したいので、直筆を見ながらその鉄舟が大好きだった七軒のお酒を飲みながら、書くというのは最高に、交流対話でができると思います。まあ、これによって、鉄舟のまた新しい顔が少しでも見えたら、とても嬉しいと思います。今回月刊秘伝の、連載武人の魂、筆は心の剣なりという12回最終回になります。ちょうど夜目鉄舟で、剣と禅それから筆と、剣が、一体となっている人物、侍の中でおそらく一番それを実感こうされた侍だと思います。今回さまざまな、形で、侍とはいえ一人一人はやっぱり個性の持っている人間、それからその時代に置かれている状況の中で、強さを生かしているわけです。共通点として、思考合一、考えていることと行っていることが一緒、これが現代、に本当に通じる、我々がルネサンスサマレから学べる教訓だと思います。今回月刊秘伝の、連載、ずっと、読んでいただいて本当にお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。